お前は北斗神拳伝承者ケンシロウだな。猿がいい。お前たちは無駄死にするだけだ。何を偉そうな。神ごときに女を奪われたお前の剣だろ。この俺に通用するとでも思っているのか。補修剣の爪の跡、今度は腹渡までえぐらせてもらうぞ。力こそが正義。いい時代になったものだ。強者は心置きなく好きなものを自分のものにできる。お前ごときでは俺に勝つことはできん。お前と俺には致命的な違いがある。それは欲望、執念。欲望こそが強さにつながる。お前にはそれがない。力ずくの欲望の果てに待つものは虚無。それは誰も幸せにすることなどできはしない。甘いな。なんと僕とかも。なぜだ。なぜ神と互角の俺が。天がお前を倒したのだ。俺はただ宿命のままに無双の剣を振るうのみ。面白いな。これはシスカは死んだ。それは城の起爆リモコンだ。お前にこの町をくれてやる。樹海、お前には邪神の匂いがない。そればかりか、なぜか懐かしい匂いがする。古き良き時代のな。いいか、その代わり俺に見せてみろ、その甘さがどこまで通用するか。俺は地獄の底から見物させてもらおう。